サイドにより半分剥げてしまった山ハゲ山とは、草木が生育していない山。人為的行為により、植生が破壊されて荒れ果ててしまった場合や、自然的要因で荒れ果ててしまった場合がある。放火や人為的行為により、植生の更新がうまくいかないと、結果として山は荒れ果てて、結果として毛がなくなってしまう。人為的ではなくとも、 乾燥や寒冷などの過酷な気象条件下で樹木の生育が困難な地域にある場合にはその地上に植物群落が発達しないがそうでなければ植物群落がその表面を覆う。日本の気象条件であれば森林で覆われるのが普通である。森林で覆われていない山を毛で覆われていない頭をハゲというのになぞらえてハゲ山というのである。いわゆる鉱山の場合木が生えないのは ある意味当然であり、また険しい山頂が普通なので、あまりハゲ頭のイメージを持ちづらい。普通は森林に覆われている低い山のなだらかな山頂が森林に覆われていないものがハゲ山と言われる。山全体がハゲの場合もあるが、山頂付近がハゲである例が多い。花札の軒木を別名で坊主というのも、なだらかな山頂のすすき草原をハゲ頭に見立ててのものである。 山は植物群落によってその強土が抑えられているので、壁地のハゲ山を除き、人口密集地など高度な土地利用が行われている地域の上流部で発生した場合には、流出土砂による天井川の発生、港湾の埋没、土砂災害の発生など地域経済に深刻な影響を及ぼす。対策として地産事業などによる植林事業が行われている。 気候的な問題などで剥げる必然性のなさそうな山において剥げる場合として以下のようなことが考えられる。自然的な理由で剥げるには一時的なものと永続的なものがある。一時的なのは何らかの理由で植生が激しく破壊された場合で再び落ち着いた地表で繊維が進んでいくので当面は樹木が出現しない場合がある。 これに対して永続的な例は何らかの理由で繊維の進行が阻害されている場合である。以下のような場合がある。人為的な理由でハゲ山になる場合もある。むしろ普通に見られるのはこちらである。特別な事情がなくても山頂部に高い木が育たない例は多い。山頂部は水が不足しがちでまた風当たりが強く、そのため温度の低下も招きやすい。そのため、 標高が高くなくてもより高い標高に出現する植物が見られたり低木や草原になりやすい。これを山頂効果という。また森林が生育する限界地的場所を森林限界と呼ぶ。日本ではかつて生活に必要な竹に木,木炭等の生産を目的に森林が乱発、放置されてできたハゲ山を含む荒廃地が全国に多数存在した。1894年。 タイザンの論文によれば、森林面積の内木に覆われている面積は30%、残り70%は、謝山励峰であると研究している。また、過去の具体的なハゲ山の面積については、1946年から1947年にかけて行われた全国調査による数字があり、ハゲ山の面積は、国有林7282兆部。 民有林28,832丁部が計上されている。代表的なハゲ山は次の通り、住民が利用できる化石燃料は限られており、燃料源として森林を伐採するため、地方では多くの山がハゲ山と化している。国連食糧農業機関は1990年から2016年までの間に北朝鮮の山林の40%がなくなったと、 している。また、韓国の国立山林科学院は、北朝鮮の面積の七十三パーセントに当たる八百九十九万ヘクタールが山林とした上で、三十二パーセントに当たる二百八十四万ヘクタールの山林で荒廃が進んでいると発表している。萩山大地船 ABCDEF 萩山の 研究、チッパッと口、北原洋、植生の表面侵食防止機能、砂防学開始ボリューム五十四ナンバー五 p 九十二から百一五名、吉江、倉、おさむ孝一郎、陰山に森林を再生した、小流域における、降雨量直接流出量関係の長期変化日本、森林学開始ボリューム九十四ナンバー五 p 二百十四から二百二十二第四回植生死研究会シンポジウムの、 記録日本植生史学会2013年6月30日閲覧、平成20年度佐渡地区子ども自然体験活動等、実施援業務調査報告書環境省2013年6月30日閲覧、大田武彦、森林法は NHK ブックス、2012年、P161 から163。社団法人国土緑化推進委員会。 国土緑化20年の歩み社団法人国土緑化推進委員会1970年 P45 砂漠があったエリモ砂漠って何足尾緑化の歴史その NPO 足尾に緑を育てる会2018年7月14日閲覧古代から乱発されハゲ山となった田上山オードガーダム工事事務所 2018年7月14日閲覧。韓国と北韓山林の害虫被害防除で合同調査へ。KBS2018 年7月14日閲覧。ハゲ山の研究、千葉特事は人為的行為による研究家運転からハゲ山を表しており、ハゲ山のことを人為的後輩林地としている。そのため、著作の中では、 人為的後輩臨地、自然的要因による後輩臨地に分けられている。特に自然要因においては、ゲ山とは名指しで表してはいないが、自然と人為を対比させており、かつ、ゲ山を人為的観点による研究ながら、後輩臨地そのものをゲ山地としていることからここでは、同じとして扱った。ありがとうございます。